本日は宜野湾市の普天間神宮近くにある湧き水野岳入りぬ川を見学に行きましょう。宜野湾市野岳、道路の下に隠れている名水野岳串ぬ川。野岳串ぬ川は石積みもよく整備されたフィージャーです。しかし幹線道路沿いにあるにもかかわらず、道路から下がった位置にあるため、一見してそこに湧き水があることが分かりにくく、少しもったいないフィージャーとなっています。野岳串ぬ川は道路によって半分潰されています。もともとはもっと大きな水源だったと思われます。左手に階段があるので、あそこから降りてみましょう。沖縄の川、フィージャーは道路沿いにあることが多く、新しくできる大きな道路で本来のフィージャーの形が変わることも多いのですが、この野岳串ぬ川も道路の拡張によってかなり形が壊されたようです。野岳串ぬ川の説明板があるので、要約して読み上げてみます。野岳串ぬ川は、集落の東側に位置する、石積みで囲まれた、有線です。宜野湾市内でも、比較的高い場所。海抜81メートルに所在します。鍾乳洞の天井が、陥没してできた窪地に、湧き出た水をせき止めて、生活用水や、産水、若水、などを汲む場所として、人々の暮らしを支えてきた。貯水槽から溢れ出た水は、下手の、汲井、ため池に流れ込み、牛場の水浴びなどに、無駄なく利用された。野岳には沖縄戦開始後すぐに民間収容所が設置されました。多くが収容されたのですぐに水不足となり、串ぬ川でも昼夜を問わず水を汲むために人々が並んだそうです。戦後は米軍の野戦病院で使われた衣類などの洗濯作業も行われましたなどと記載されています。右手の周辺の地図は現在とはかなり違っています。串ぬ川の上にあるため池は今は新しい道路となって全く姿を消しています。
本来はこの先にため池があったようです。野岳串ぬ川は都市化や道路の拡張などで生活に重要であったフィージャーがだいぶ縮小しているようです。交通量の多い幹線道路沿いにこうした立派なフィージャーがあるとは気がつきませんでした。今は湧き出る水がそのまま側溝に流れ出ているようです。それは少しもったいないですね。野岳串ぬ川は本来の形の半分ほどの大きさになって保存されています。その半分を残してくれたと喜ぶべきかもしれません。ただ水は今でもこんこんと湧き出ています。その水源を何とかして再利用できたらと思ってしまいます。小さな島も沖縄では水は今でも貴重だと思います。さて終わりの時間が来ました。本日も最後までご視聴ありがとうございました。